マブラブオルタネイティブ、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、マリモちゃんの死に耐えかねてというか、乗り越えられなくて元の世界に戻ってきたタケルちゃんですが、どうなるんだろうね。そっか、体力あるもんな。なんだスミカ。タケルちゃんが。え、俺がどうした。タケルが速いのだ。上り坂でも全然スピード落ちないんだもん。もうついていけないよ。そんなに急がずとも良いではないか。何かあったのか。ああ、いや、何もないよ。え、嘘だ。リハビリだな。嘘じゃないよ、スミカ。まただよ。またあの変なタケルちゃん登場だよ。ああ、そのようだな。先ほどから鏡にかける言葉の端々に感化できぬ優しさを感じる。スミカにとったじゃない、メアにとったらそうだろうな。そうかな。なんか元気ないだけって感じだけど。それに加え、今日は鏡は一度も叩かれていない。偶然だとは思えん。そういえばそうだね。そうだねっていうのもどうなんだろうな。やばいな、そうならないように意識はしてるんだけど。そんなに出たか。どうしてもスミカには優しくなっちまうみたいだし、逆にメイヤには気まずさからなんとなくそっけなくなっちまってるらしい。向こうの世界に二度目に行った時と同じようなことに、ことをもう一度するのか。ああ、ここは極端に時間時間の昔の俺っぽく振る舞う必要がありそうだな。ああ、スミカごめん。でも、強えからさ、殴るとやばいよ。極力軽く叩いたつもりだが大丈夫だよな。あ、やっぱそこは気にしてるんだ。たまに俺だって早く行こうって思う時もあるんだよ。俺の足を引っ張るのは軟弱者め。あれ、結構スミカに対してひどいやつだったんだな。それはそう。何が軟弱者だよ。タケルちゃんだって同類のくせに。お前と一緒にするなよ。でば。言っちゃった。強いからな今。お前も学習しないな。前にもその技は効かなかったろ。おかしい、おかしい、おかしいよ。もう向こうの世界には戻らないのに、やっぱり体はそのままか。さっきスミカを叩いた時分かっちゃいたけど、いつか存在が平均化された時、体もそうなるんだろうか。それともこのままなんだろうか。この体である限り、俺は向こうで経験した出来事とそこで追うことになった心の傷を忘れられない気がする。でもなんか体鍛える云々はあれでしょ、だらだら過ごしてればどんどん落ちていくもんじゃないのかな。そうでもないのかな。落ちるよね、ある程度。何これ、お通しグラップラーかな。グラップラーはじゃないよ、グラップラーは違うよな、剣通しだっけ。一度見せた技は通用しないってことだ。先盛りって読むんだこれ。まったくだ。とにかく俺は今日早く行きたい気分なんだよ。スミ君はともかく、メイヤまで何言ってんだよ。私はともかくってどういうこと。いや、体力雑魚だからな。軟弱レベルがマキシマムという意味だ。言うまでもないだろう。が急いでいるのは分かった。だが前もってそう言えばよかろう。そうだよ、先に言ってよ。自分でそんなに早いなんて分からなかったからな。次は気をつけよう。あ、そうだな、悪かった。急ぎであれば先に行くがよいぞ。足手まといにはなりたくないからな。メイヤのこういうところ、ほんとどの世界でも一緒だ。こんなくだらないことでも気になって先に行くのが後ろめたくなって後ろめたく感じる。
どうしたタケル。な、悪い、そこまで急いでるわけじゃない、ただの気分だから気にしないでくれ。そうか。じゃあ時間は全然余裕なんだから、もっとゆっくり歩いてよ。わかったわかった。もうやっぱり早い。なんだよ、今度はそんなに早く歩いてねえよ。それでもいささか早かったな。そうか、いつもと同じ時間に出てこんなに早く着くんだよ。どう考えても早いでしょ。全然人いないもんな。これでもかなりゆっくりなのにまだ言われるのか。自分のペースで歩けないのがこんなに辛いとは。しんどいよな。わかるわかる。向こうの世界だっていつもせかせか歩いていたわけじゃない。同じ基礎訓練を受けた軍人同士だから気にならなかったのかな。あら、みんな早いな。どうしたの？三人揃って今日は随分と早いじゃない。あ、榊さん、おはよう。おはよう、榊。良い朝だな。おはよう。何も言わないで帰ってきちまったから、なんか気まずいな。分かっていても一瞬ハッとするよ。何？私の顔に何かついてる？あのね、また変なタケルちゃんが目覚めたんだよ。え？なんだ、じゃあ放っておきましょう。なんだよその変な俺って。別に普段とあまり変わらないように見えるけど。うん、一見普通に見えるところがとても厄介なのだ。ここのところ特にな。特に鏡に対する態度のなんかは非常に気になるところなのだ。どうしたの？窓の外に何かあるの？ああ、なんでもない。なんかこのまま晴れるのかなってさ。何？どうしたの？ねなんか変でしょ？電気を気にするのは変じゃねえだろう。メイヤの無邪気な姿を見ていると、わけもなく腹立たしい。わかってる。わかってるんだ。こっちのメイヤが悪くないのはわかってるんだ。このままじゃ、これじゃまるで俺がメイヤを無視してるみたいじゃないか。あ、俺ちょっとトイレ行ってくる。頭冷やそう。あ、頭。ふやっ。いた。ミキちゃん大丈夫？いた。何故そんなに急ぐ？まだ時間はあるぞ。あ、スミカちゃんにメイヤちゃん、おはよう。おはよう。タマセさん、大丈夫？あ、ちづるちゃんもおはよう。おはよう。あれ、トケルさん。よう。ごめんなさい、気がつきませんでした。おはよう。ああ、こっちのタマはやっぱりドジだな。向こうの弾はここまでドジじゃなかったな。ポジションは同じだけど、おやさんのこととかちゃんと自分で心の整理つけたり、意外にしっかりしてたよな。もう一つ前の世界では駆逐艦を撃ち落としたりしてたし、そういう意味では一度弾に命を救われてるんだよな。何の挨拶もしないで帰ってきちまったのが心残りだ。どうしたの？なんかね、ちょっと変なんだよ。それより何急いでるの？あ、そうだ、昨日プリント付けに忘れて帰っちゃって。あらら。あら、早っ。なんで？早峰さん、おはよう。おはよう。あまりにも早いっていう気持ちが強すぎてさ、あやみねさんが早峰さんに聞こえたんだけど。このタイミングであやみねまで揃うか。いつも遅刻か欠席のあやみねまで。学校だから当たり前だし、こっちの連中のせいじゃないんだけど、昨日の今日だからな。黙ってきちまったことはやっぱり気まずいし、しばらくの間は誰の顔見ても後ろめたくなりそうだな。今日は早いじゃない。ほんとほんと、どうしたの？並ぶ。な、並ぶって何？え？売店。え？何？なんで？売店？焼きそばパン特売。あ、そうなの？どうして片言なのよ。違う。あれ？ああ、読んじゃった。なんだよ。白金。
気分でも悪いの？うんうん、今朝からなんか機嫌が悪いんだよ。だからさっきから見てたけど、白金くんやっぱり変よ。なんだよ、別に変じゃないだろう。具合が悪いんじゃないの？全然そんなことないって。なんだよ、ちょっと早く来てくれて病気扱いか。タケルさん、具合悪いの？大丈夫だとは思うけど。おいおい、大ごとにしないでくれよ。帰ってきて早々これじゃへこむって。じゃあそれは信じた上で聞くけど。なんだよ。人に会うたびいちいちぼーっとしてるのもおかしいけど、さっきの態度はどういうつもり？あれ、私が見ても変だと思うわ。さっきの態度？何のことだ？何？朝から修羅場？いや、ちょっと会って。さっきの態度って？さっき、三剣さんが話しかけたとき、わざと窓の外見なかった？榊、それはいいんだ。私が。そうはいかないわ。周りのみんなが迷惑するから。立ち入った事情があるなら答える必要ない。でもだったらあからさまにやらないでもらえるかしら。ここは公共の場所なのよ。あなたの感情をケアする場所じゃないわ。なんかタケルちゃん切れそうだな。大丈夫か？あー、怒ってるよ。もうどんな事情があるのか知らないけど、聞かれて答えないなら表に出さないで。子供じゃないんだから。みっともないわよ、そういうの。あらあら。ああ。まるで子供ね。みっともない。みっともないだと。何も知らないくせに、平和が当たり前だと思ってるガキのくせしやがって、俺が子供でみっともないだと。ああ。せっかく平和なとこ帰ってきたのに。園長、ちょっと黙っててくれないか。何よ、その態度は。タケルさん、喧嘩は、喧嘩は。しまった、クソ。こっちの委員長たちは関係ないのに、つい。タケルちゃん、今のはひどいよ。ああ、そうだな。本当にひどいよな。俺は望んでこっちに帰ってきたのに、何やってんだ。こんなの向こうの世界であった事件に比べりゃ、そよ風みたいなもんじゃないか。タケル。逃げ出した後ろめたさや、自分の情けなさを感じているときに、痛いところを疲れて、切れた八つ当たりなんて。主観時間で3年以上年上のはずなのに、情けねえ。委員長ごめん。俺が悪かったよ。お前の言う通りだ。え？メイヤ、すまなかった。そんなつもりじゃなかったんだ。でも悪かった。タケル。みんな、朝から気分悪くさせてすいませんでした。タケルちゃん！これは何やってるんだ？なんでみんなに頭を下げてるんだ？一人で逃げ出してきたことを、向こうの世界のみんなに分けたつもりになりたいのか？姿が同じこっちのみんなに頭を下げて、少しでも楽になりたいからなのか？ちょっと、何それ？本当にごめん。白金くん、バカにしてるんでしょ？え？なんでそんな極端な謝り方？榊、そなたの気持ちはわかるが、タケルは真剣なのだ。なんだよ、なんで怒るんだよ。謝ってるんじゃないか。しかもメイヤ、委員長の気持ちがわかるってどういうことだよ。こんな謝り方ってある？クラスメイトにこんな大げさな、バカにして。なんだよ、こっちでもこうなのか。俺のやることは裏目に出るのか。せっかく帰ってきたのに、誰も分かってくれないのかよ。まあまあ、榊さん。今日のタケルちゃんはちょっとおかしいから、許してあげて。委員長が一番迷惑。ケイちゃん！
あやみね。そうね。ごめんなさい。私の方が子供だったわ。ごめんなさい、白金くん。いや、俺の方こそなんか。いいえ。私が誤解したのがいけないのよ。でも、あなたが本気で謝るなら、お願いだから、ああいう謝り方はしないで。わかった。気をつけるよ。でもわからない。何がいけないって言うんだよ。俺の精一杯だったのに。精一杯を、この世界のタケルはしないからな。少なくともこんな場ではな。とにかく、もうやらないようにするだけだ。温泉楽しみだね。ああ、やっぱ行くんだ、あれ。温泉？そっか、そんな話もあったな。温泉か、いろいろあったんだろうけどな。記憶も断片的でよく覚えちゃいない。ただあのことは。あれれれれ、タケルさんは楽しみじゃないですか？はあ、温泉か。楽しみだな。そうですよね。そうだね。みんなで行くの楽しみ。みんな、あんまりハメを外しすぎないようにしてよね。その点は、引率の光月先生が一番心配なんだけどね。確かにこのメンバーじゃ、優子先生が一番危ないな。そうですね。なんで最初からこういう風にできなかったんだろう。俺はただ、普通にやりたいだけなのに。まあそうだ、俺トイレ行くの忘れてた。悪い、持って教室入っててくれ。情けねえな。なんでこんな風になっちまうんだよ。俺もあの狂った世界のせいでおかしくなっちまってるっていうのか。感覚がすっかり向こうの世界の住人になっちまってるっていうのかよ。メイヤが何をしたっていうんだ。委員長だって昔からあんな感じだったじゃないか。3年も時間を使って結局俺の方が子供なのかよ。確かに俺は情けない逃げ方をしてきたと思う。腰抜けだよ。だから姿や性格は同じみんなと会うと、後ろめたさや自分の情けなさを思い出して逆切れしてイラつくんだ。だけどそれだけじゃない。違和感もあるんだ。みんなの無邪気さがなんか尺に触る。気の毒なのは神宮寺軍曹だ。そなたがこのような有様では、犬死にだ。私を慰み者にすることで、それでそなたの気が済むなら、存分にするがよい。私を抱くことで、少しでもそなたの心が癒えるなら、そなたの傷が少しでも早く癒えるなら、私は幾度であろうが。メイヤは特にあんなことがあったから余計だ。こっちのあいつには何の罪もないのに、生地どの世界でもぶれないだけに、あいつの無邪気な会話は余計に聞きたくない。それにやっぱり、俺の住処への思いをあいつに隠しているみたいで、後ろめたいっていうのは大きいな。どうすればいいんだ。ここには俺の望んだものがあるんじゃないのか。俺が望んでここに来たんじゃないのか。滅亡の危機に瀕していない世界が、求めていた平和が、求めていた自由が、何事なく笑って過ごせる仲間が、そして住処が。向こうに行ったら常に強く世界を意識し続けなさい。万が一にも自分の存在に疑問を持っちゃダメ。なあ、よく考えてみれば昨日の今日だ。まだ落ち着くなんて無理なんだよ。薬だって完全に抜けきれてないはずだ。優子先生の言ったように、このままうまくやっていけば、もともとここにいた俺と融合していく。そうなれば、その頃には落ち着いてるはずだ。今すぐうまくいかなくて当たり前じゃないか。自分の存在に疑問を持たないためにも、形からでもいいから入っていこう。あとは巫女と会うけど、極力自然に、あまり向こうの世界の巫女のことは考えないようにしなきゃ。向こうの世界の奴らだって、今頃、もう俺のことはすっかり忘れているはずだ。装置の原理的にそのはずなんだ。よし、やるぞ。もう普通にできるな。いいか、
あくまでこの世界の普通だぞ。よし。興奮するよね。出るか出ないかの瀬戸際は。何の話だそれ。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。